歌舞伎俳優の市川海老蔵改め市川團十郎白猿さんが2022年11月16日自身の SNS を更新。市川新之助を襲名した長男勘解くんの姿を公開した。この日、團十郎さんは、レイカがなぜかラジオ体操の音を持っていて、ラジオ体操です、とコメントし、スウェットにサンダル履きで元気にラジオ体操をする勘解くんの姿を投稿。腕と後ろ姿半分だけだが、レイカちゃんの姿もちらりと映り込んでいる。投稿を見たファンからは、ラジオ体操懐かしい、元気ですね、かわいい、仲良し、微笑ましいですね、といった声が上がっている。